はい、本日ですね、こちらノースフェイスのトランスアンタークティックジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでこちらですね、とうとう新作が出てきております。というのも以前までね、昨年までこれめっちゃ人気のアンタークティカバーサロフトみたいな名前のねフリースがあったんですよ。でこれが廃盤になってね、2022年どうすんのって言ってたら、それの代わりの商品っていうのが出てきたんですよ。でもね、細かく見ていくと、こんなとこになんか国旗あるけど前回なかったやんとか、背中のとこにもでっかく国旗あるやんと、前回はそんなこと全くなかったやんっていうところでちょっと違いはあったりするんですけどもね、まあまあこれが新しく出てきてましたので、ご紹介していこうじゃないかということと、プラスアルファですね、今回これをセールで買っておりますのでね、まあ年末年始ちょっとセールで欲しいな、なんかフリースええのあるかな、あここにあるやないか、ただちょっと待ってくださいと、僕今から特徴とかデメリットとかバンバン喋っていきますので、それを見てからね考えていこうじゃないかという、まあこの動画になってるわけなんですけど、まずはですね着用していきたいなと思います。ちなみにこの中もね、同じシリーズのねロンティーが出てるんですけども、それを着用させていただいております。ではまず着ていきましょう。サイズはですね、今回 L サイズを着用していきます。でね、カラーがね2種類あって、こういうこの派手な色と、あとブラックの2種類あるんですけども、まあ、今回はね、あえてこの派手な方の色をね、チョイスしてみました。まあ前々からねこの色を買う言ってたから、まあこんな感じなんですけども、今回新しく新バージョンになってからサイズちょっと変わってますね。ちょっと大きめになってる。前回までねこれめちゃくちゃタイトやったんですよ。ちょっとでも腹出てたらこれも着られへんっていう感じだったんだけど、今回の新しいバージョンは L サイズやけども、結構比較的ねゆったりしてるというか、前回のあのバーサロフトに比べるとちょっと余裕があるかなっていうようなね印象となっております。まあただやっぱこうパッて見ただけでわかるやろうけども、だいぶ襟元高いです。まあ後でも紹介するんですけどもね、あの男性雑誌の後ろの方になんとか手術っていうのありますよね。なんとか手術するときとかってこんな感じであったりすると思うんですけど、まさにそれみたいやなっていう話はね後ではしますけども、まあ、まず一旦そんな下ネタを置いといて、まず進んでいきましょう。こちら L サイズで着用していると、サイズ感としては僕は178センチの今現在ダイエットめちゃくちゃ順調に進んでおります。もう腹も全然出てないし、ね、割れてきております。これがですね、178センチの66キロで L サイズ。そしたらこのジャケットの特徴って何ですかと、フリースジャケットってもうここらにいっぱいあるんですけども、そのいっぱいある中でも特にこのフリースの特徴っていうのをねお話ししていきたいなと思うんですけど、まずこれモデルがね、あの日本人の船津さんっていう人がモデルになってるんですよ。誰その人誰っていう話なんだけども、その人がなんか南極大陸に行った人なんですけども、まあ要は南極大陸に行った時のチームのユニフォームをベースに作られてるっていうことなんで、いかにも極寒地とかめちゃくちゃ寒いところで着るっていうように特化して作られてますので、そういったねこのマークノースフェイスで見ますよね。例えばこれもそうやし、今までのねこのバーサロフトでもこれ使ってたし、あとはねこのアンタークティカパーカーでもねこのマーク使われてるんだけど、要は南極大陸のねこのマークが使われてるってことは、まあ、それをモデルにね作られてるということではあります。そしてじゃあ大事な保温力どうなんですかと、あったかいですか寒いですか。これねめちゃくちゃあったかいです。でめちゃくちゃあったかい理由っていうのがあって、この重さがね、ただフリースですよ、フリースやのになんと 900g あるんですよ。で 900g っていうのもあピンとこうへんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、900ってどれぐらいっていうと、このね同じノースフェイスのバルトロライトジャケットもこれ940なんですよ。でこれが今回920かななんかぐらいやったんで、ほとんど変わらないんですよね。でなんやったらこのヌプシがね600とかなんですよ。それ考えてもらったらね、これダウンジャケットで600で、このフリースやのにこれ900あるんですよ。って考えたらどんだけ分厚い生地使ってんねんというところがね分かっていただけると思います。例えば首元とか見てもらうと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ分厚いですよね。薄いフリースとかやったら同じノースフェイスのやつでも、まあ、これぐらいの厚みなんですよ。ここ一番分厚いところでもこの程度しかないんやけども、今回のトランスの方はねこんな分厚いんですよ。そらあったかいでというのがね分かっていただけると思います。あ、重さ930ですね。だからほぼバルトロと 10g しか変わらんぐらい、もうほぼほぼ同じぐらいの重さなんで、あめちゃくちゃあったかいねと。で次の特徴としてはね、やっぱ多機能、やっぱ南極大陸行くって言ったら大体多機能じゃないですか。行ったことないけどね、南極大陸行くって言ったら、まあ、大体このポケットが2つあるのは相場ですよね。ここにまずポケットありますよねと。で対して次のこの胸のところにもね、こういったちょっとしたポケットがありますので、もし南極大陸に行った方がねいらっしゃれば、これ何に使うのかっていうのを教えていただきたいんですけども、まあ何かしらそういう機能とかがいっぱいついてるし、あとねこういう風にジップこう閉めたりするじゃないですか。でこの閉めた時は普通なんだけど、この開けた時にこの裏側にもねもう一個フラップがついてるんですよ。でこのフラップがあることによって、このジップ内からの隙間が入ってこないようにも考えられてるから、こういうところまで考
考えられてるっていうところがね、いかにも南極大陸仕様ですなということにはなっております。ということでね、非常にじゃあフリーズで暖かくて機能も搭載されててね、いいじゃないかということなんですが、やっぱりデメリットもあります。でデメリットがね、どんなことがデメリットなんていうとですね、僕これ今パッて来てて思うのがね、めちゃくちゃ首邪魔、首これやってやっぱおらんとね、普通の日常生活はできないんですよ。だから例えば運転とか車しますよね、車の運転してる時にこんなもん襟立ってたらね、もう邪魔でしゃあないですよ。横が見えへんっていうぐらいね、これ邪魔でしゃあないぐらい立ってくるから、あんまり運転とかにも向いてないし、こう日常的な生活でね、この辺ちょっと例えば髪の毛とか見たら分かるんですけど、後ろこれ変になってるでしょ、ミヨンってなってるでしょ。髪の毛セットする人とかもあんまり向いてない。だから南極大陸に髪の毛セットしていく場がおらんけどもね、まあそういうところであんまり日常生活的にはね向いてないんじゃないかと。要は私服としてはちょっと厳しいよねっていうことにはなってるんですけども、じゃあおすすめの人どんな人なんですかと。でおすすめの人としてはね、やっぱり僕としてはやっぱウィンタースポーツする人いいんちゃうかなと思うんですよ。スノボーとかする人ってスノボーのねリフト券とかここ入れるじゃないですか。ピュッて入れてね、まあ大きさ的にはこれまあリフト券ちゃうけどもスマホやけど、これぐらいピュッて入るような大きさなんですよ。だから熱なってきたらね、上のマウンテンパーカーピュッて抜いてね、これでね、まあ、ボードとかするもよしやしね、まあ可愛い女の子ったらねナンパするもよしなんですけどもね、そういったことで、まあタバコ入れたりもできるけどもね、まあこういうところにね、まあウィンタースポーツとか向いてるんちゃうかなっていうのがね、非常に思いました。まあただやっぱりね、ノースフェイスのあのゴールドウィンのねスタッフが着用しているコーディネートも見たんですけど、やっぱり皆さんね、こうちょっと首が邪魔そうには着用されてます。だからもう振り切っちゃってこう折ってる人もいてはったし、あとこうやって一番上まで締めてんねんけど、これもどう誰がどう見ても男性雑誌の裏側にしか見えないですよね。なんとか手術って言ってね、なんとか手術する方はこういう感じでこっからこういう感じになるんですってあると思うんですけど、まあ、それにしか見えへんくなってくるんで、今までとかやったら生地がそこまで分厚いんやけど柔らかかったんで、こう結構すぐ折れてくれたんやけども、これ硬いからこう立ってあるでしょ。立ってあるってことはやっぱり邪魔なんですよね。だからその辺がね、めっちゃ寒いとこに行ったらもう全くネックウォーマーとかいらないと思います。しっかり詰まるからね。ちょっと一回上まで締めてみましょうか。はい、とまあこんな感じになってるのでね、僕結構もともと首長いでやらせてもらってるんやけど、首長いでやらせてもらってる僕ですらもね、これはちょっと長すぎるかなっていう印象はあったりするんですけど、まあマフラーはねいらんようになったりするから、まあそこは良かったりするんかもしれんけども、まあそういったことがね、こちらのトランスアンタクティカパーカーということになってます。ただ今年こんだけセールにかかってるってことは、もしかしたら来年出えへんかもしれないですけども、まあ一旦ねセールかかってたんでね、ご紹介させていただいたということと、今回こちらがですね2022年最後の動画というふうになっております。皆さん本当にこの1年間ありがとうございました。僕途中ですね、いろんなことが起きて、12月の月末、中旬ぐらいにはね歯が折れたと、前歯が折れたということで、今は前歯あるんですけども、前歯が折れた状態でね撮影ができなかったというアクシデントがあったりしたんですけど、無事1年間走り切ることができたのもですね、この皆さんのおかげでございますのでね、見ていただいているあなた本当にこの22年ありがとうございました。また来年もね、来年で頑張っていきたいなと思いますので、これで1年の動画終わりということでね、また来年の年明けはおそらく福袋動画出すと思いますので、福袋撲滅委員の理事なんですけども、毎年福袋を出しております。なぜかというと皆さんに見ていただけるかということで、また頑張っていきたいなということで、本日はですね、トランスアンタクティカパーカーの紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。